テンペル第一彗星は1867年4月3日にドイツのエルンスト・テンペルにより発見された周期彗星である。2005年には探査機リープインパクトの探査対象となり、意図的に衝突体を衝突させて彗星の衝突の映像が撮影された。また、2011年2月15日には探査機スターダストが訪れた。 2016年8月には近日点を通過した。テンペル第一彗星は1867年4月3日にエルンスト・テンペルによって発見された。発見当時の光天周期は5.68年であり、その後1873年、1879年と観測されていった。テンペル第一彗星は木星に接近して、雪像の影響を受けやすい軌道にあるため、 光転周期は変動する。1881年には木星に接近したため、軌道に変化が起こり、光転周期は6.5年になった上、近日点距離も長くなってしまったため1898年と1905年に、テンペル第一彗星の写真を撮影する計画があったが失敗に終わった。テンペル第一彗星、ディープインパクトが撮影。 テンペル第一彗星は観測されずに13回太陽の周囲を公転し、1967年になって、やっと再発見された。まず、ブライアン・マースデンが木星の接動も考慮した上での軌道を正確に計算した。彼は1941年と1953年にテンペル第一彗星が木星に接近したことにより近日点距離は縮まり、 光天周期は発見当初よりも短いことに気づいた。これらの接近でテンペル彗星と木星は1、2で軌道共鳴するようになった。1967年の回帰は観測には不向きな状況だったが、エリザベス・レーマーは写真の撮影に成功した。最初は写真からテンペル第一彗星を見つけることができなかったが、1868年、 後半に再度確認したところ、1967年6月8日の写真に18等級で写っていることが分かった。ただし、この時の会期では1回しか撮影できなかったため、軌道の計算はできず、次の会期を待つほかなかった。1972年の会期になると1月11日には、レーマーと LM ボーンは、スチュワード天文台で、 テンペル第一彗星の観測に成功した。見かけの等級は5月後半には11等級にまでなり、7月10日まで観測が続けられた。この回帰以来、周期5.5年で回帰の度に観測されている。テンペル第一彗星の彗星角の大きさは7 6トル4 9トルと測定されている。ハップル宇宙望遠鏡及び、 スピッツァー宇宙望遠鏡での観測により、アルベドは4%、そして時点周期は2日であることが分かった。彗星は、一般的に雪道やガス放出の影響を受けるので、軌道は、不安定である。テンペル第一彗星は1941年10月12日に、木星に0.24日 au まで接近した。2024年5月26日には0.55。 au まで接近すると予測されている。前回までの近日点通過は以下の通りである。次回以降の近日点通過は以下の通りである。2005年1月12日から2013年8月8日までのディープインパクトの軌道のアニメーション。ディープインパクトテンペル第一水星地球ハートレー第二水星テンペル第一水星とディープインパクトの衝突体の衝突時の画像を。 近日点の1日前となる2005年7月4日5時52分に NASA は探査機リープインパクトの衝突体を意図的にテンペル第一彗星に衝突させた。この衝突の際、同探査機により撮影され衝突した場所からの明るい光が観測された。また、この時地上の望遠鏡や宇宙望遠鏡からも光が観測された。 衝突によって発生したダストのせいで、ディープインパクト自身は、テンペル第一彗星にできたクレーターを撮影することはできなかったが、その直径は100から250メートルと予測された。スピッツァー宇宙望遠鏡の分光器により細かいダストが検出され、計算時を、硫化鉱物、無定型炭素、多官方鉱続炭化水素などの存在が発見された。 水の氷は衝突場所から検出された。この水の氷は核の周囲にあり、地表の1メートル下にある液化した層から衝突により出てきたものである。これらディープインパクトの探査により観測されたのは水蒸気4500トンに対しゴミが圧倒的に多かった。そのためフレッドホイップルが提唱した従来の水星モデルの汚れた雪玉モデルよりも凍った 泥団子モデルの方が的を得ている可能性がある。ディープインパクトとスターダストによる画像の比較。右の写真ではディープインパクトにより作られたクレーターが見える。スターダストの1999年2月7日から2011年4月7日までの軌道。スターダストビルト第二彗星、地球、小惑星、アンネ・フランク・テンペル第一彗星ディープインパクトの フライバイの間にはクレーターが撮影されなかったこともあり、2007年7月3日に NASA はテンペル第一彗星の次の探査ミッションを承認した。このミッションは低コストで2004年にビルト第二彗星を探査するために使用されていた探査機スターダストが使われた。スターダストはテンペル第一彗星に接近するために別の軌道に変更され、 2011年2月15日4時39分には 181km まで接近した。このように同じ彗星に探査機が2度訪れるのは、これが初めてであった。NASA の科学者らによりスターダストの画像中のクレーターが特定された。直径は 150m と推定され、その中心には衝突で弾け出た物質が落ちて、形成されたと考えられる丘も確認できた。 NASA によると衝突体がクレーターを作る時に生じた運動エネルギーは TNT 換算にして4.8トンに当たる19グッジョブであった。この運動エネルギーは衝突体の質量3 7 0ラムと衝突時の速度約秒速1 0 2キロメートルから算出された。また NASA はクレーターの大きさは幅1 0 0ル、深さ2 8ル程度であろうと予測していた。 スターダストではテンペル第一彗星が全体的に撮影され立体情報を多く得られた。右のディープインパクトとスターダストによる写真を比較すると枠内の部分にある揮発性物質が気化することによって窪地が複数あった場所は合体するように大きな窪地になっている。これが起きた期間はテンペル第一彗星が一回太陽の周囲を降転した間だけである。 また、枠内付近の滑らかに見える部分は、右側の部分よりも高く、崖のようになっているのだが、この崖も同様にこの期間だけで変化している。ありがとうございます。